日本卓球協会は12日、来年1月に開催される全日本選手権、東京体育館のスーパーシード選手の組み合わせを発表した。同大会は24年パリ五輪代表選考対象の最終大会で、シングルスで優勝すれば120点となる。同大会終了時点での上位2人がシングルス代表に決まるが、女子で代表切符を争っている2番手の平野美宇、木下グループ。 34、5点差で追う3番手の伊藤美馬、スターツは別のブロックに入り、決勝までは当たらない組み合わせとなった。平野は、準決勝まで進めばパリ五輪代表が確定している早田ひな、日本生命とぶつかる組み合わせとなった。現在のポイントのまま開幕した場合、伊藤の結果に関わらず、平野が決勝に進出すればパリ五輪切符が確定する。一方の伊藤は、 順当なら準々決勝で前回大会敗れている横井咲桜、ミキハウスと、準決勝まで進めば15歳の張本美和、木下アカデミーと対戦する可能性がある。平野よりも選考ポイントを40点多く獲得すれば、逆転で3大会連続の五輪切符となる。パリ五輪代表選考ポイント女子上位5人、12月11日発表、1。 早田ひなイコール790、5点、2、平野美みイコール486点、3、伊藤美誠イコール451、5点、4、木原美優イコール354点、5、張本美和イコール330、5点、全日本選手権の先行ポイント敗点優勝イコール120点、準優勝イコール100点、3から4位イコール80点、5から8位イコール50点、 16強イコール20点、32強イコール10点。